第5試合は、今度は志田さん大道塾の、はい、試合ということで、はい、北斗家ルールっていうこれまたあのシュートボクシングとは違う、ジャンルの格闘技の試合ですね、はい、今回はサムショアツと、シュートボクシング、それから先ほど全日本キックの選手が出たり、はい、タイの選手が出たり、はい、この後、まあ、安城選手が出てくるんですけど、はい、まあ、本当実に、まあ、あの名前の通り、ね、格闘祭というか格闘祭という感じになりましたよね、はいはい、まあ、あの日本には本当にいっぱいの、ね、うん、あの格闘技のジャンルがありますの で、 そ う、 です、ね、そういうのはあの本当にいろんな方々に見ていただければ ね、 ね、でこの大道塾というのはですね、はい、まあ、まあ格闘技ファンの方はもうみんな知ってるんですけども、はい、もともと極真空手のチャンピオンだった東隆師範がですね独立されて、はい、顔面攻撃を取り入れようということで素手で、まあ、シュートボクシングはグローブつけて素、はい、素面でやってるんですけども、はい、これは逆に言うと素手に近い形で防具をつけてですね、はい、顔面を殴り合おうという空手のスタイルですね、はい、でここもあの今はもともと投げがあったんですが、はい、今はもう関節技とか、なんかまで取り入れるという空手のスタイルですね、はい、だから本当に、はい、試合スタイル の、 その見た目ですよね、空手着てこうスーパーセーフつけてるところから、はい、あの見た目はちょっと違うんですけど、はい、ルール的にはもうシュートボクシングに非常に近いですよね。そうですね、まあ、あのゆくゆくはなんか交流戦みたいなね、うん、そういうのができたらいいですよね、はいはい、あの大道塾の方ってのはやっぱ基本っていうか形しっかりできてますね。そうですね、これも実に腰安定してて、はい、堂々とした攻防ですよ ね、 ね、僕らは本当に学ぶものもいっぱいあるし、うん、まあ、できればね、いろんな交流しながら勉強していけたらなとは思います。森選手はですね、はい、95年の北斗家重量級王者で、新井選手がですね、大道塾第7回9回の関東大会の優勝者と、やっぱお互いに実力者ってことですよね、うん、うまいですもんね。うまいですね、はい、まあ、ちょっと違うところっていうのは、はい、要するにこのスーパーセーフをつけてるんで、うん、フックケートの技っていうのはですね、はい、あの横からあの顔面をパーンと殴るですね、うん、ストレート系より多いっていうところはちょっと違うんですけどね、スタイル的には、うん、あとはもうほとんどこうやってやっぱりあの突きとか突きがどちらかといえばあの激しいというか、はい、思い切って打たないとポイントにならないというね、うん、今のアッパーとか、ああいうのハイキックいいですね、うん、左踏んだ時のこう足を払うのがうまいですよね、うん、あのムエタイっていうか、タイ式とかそういうのにこびてなくて、日本でいうやっぱ柔道的な取り入れ方をしてるから、ね、やっぱり僕面白いなと思ってます。もともと東さんが柔道出身で、ね、あ、そうですね、はいはい、これ第1ラウンドが終わりました。で第2ラウンドですね、一応3分で、やってるわけですけども、まあ、このぐらいの実力者になるとなかなか、KO みたいな形は、まあ、スーパーセーフつけられることもありますがないんですけども、見応えありますよね。そうですね、もうこうやって足かけといて、そうよね、はい、もともとあの大道塾のコンセプトがですね、格闘空手っていうことで、はい、まあ、できるだけ実践に近い形で、顔面パンチも取り入れよう、投げとか関節技も取り入れようというのを空手を主体にあの実践というものを考えているという感じなんですけどね、うん、まあ、僕はもうかぶったことないですけど、スーパーセーフだと横が見にくいでしょうね。そうですね、それはあるかもしれない、ね、前はよく見えるだろうけど、うん、横からのやっぱ攻撃は見にくいと思いますよね。ただあの大道塾の場合はプロじゃなくてアマチュアってことですね、はい、まあ、安全性とか、まあ、社会体育みたいなものを目指してるんで、うん、特に安全性を重視してるってことを、うん、過激なルールでやるんですけど、できるだけ安全にやろうってことですね、うん、まあ、どうしてもプロだとやっぱりあの何もつけない方が、そうですね、あれですけど、あれですね、でもあの考え方としては僕は素晴らしいなと思いますよ、これグラウンドもあるんですよね、このグラウンドがある、あ、ね、グラウンドがある関節技、これ今馬乗りになりますよね、はい、馬乗りになって、ここのルールはですね、頭突きもですね、まあ、スーパーセーフつけてるからですけど、はい、頭突きもいいありですし、あの体重下がれば筋肉攻撃もありなんですね、
今逆十字に行ったところで、これはなぜ分けたかっていうと、寝技に今時間制限があって、うん、今のところ立ち技を主体にやるんで、寝技には、時間を設けてやろうという形ですね。寝技の時に、はい、あの手で顔面とか殴っていいんですか？ですね、今はちょっと禁止したんじゃないですか。いろいろですね、試みててですね、うんうんうん、あのまだその辺のルールは流動的になるんじゃないかなという。ああ、そうですね。まあ、あの市原選手がご存知のようにアルティメット大会に挑戦したりですね、はいはい、あの長田選手や加藤選手がキックとかメディアに挑戦したり、うんうん、この団体 もう選手によっていろいろさまざまに他のジャンルにチャレンジしてですね、うん、まあ、自分たちのスタイルというのを確立しようということを目指してるみたいですね、うん、だそういう意味では本当にいろんな、ね、研究していって、また向上していけばいいですね、うん、そうですね、はい、まあ、こういうタックルもあるんですね。まあ、空手家の人はタックルやられたら弱いっていうイメージがあるんですけど、そういう研究もまあ怠らずにやっていこうという形ですよね。まあ、この辺が空手好きっていうか、2ラウンド終わったところで、一応、KO がありませんので判定になります。はい、赤1、2、3、はい、赤優勢勝ち、はい、赤の森選手の判定。コンディションはちょっと足が、あの剣が切れててあんま良くなかったんですけども、今別にあのそんな歩けないとかそういうほどの怪我じゃなかったので、試合出たかったので出させてもらったんですけども、そういう試合というのはどうですか？まあ、たまにっていうかだったらいいと思います。あの励みになるので今後 あの活力になると思います。続きまして、特にまあそれほど緊張することもなくてですね、まあ、リングの試合っていうのはまああまり経験がないんですけども、今まで2回で今回3回目ですか。でまあちょっと緊張するかなと思ったんですけども、まあ、比較的リラックスできた状態で、まあ、試合も、うん、まあまあの出来なんじゃないかなと思いますね。ただやっぱりいつものようにちょっと硬く、ね、最初はなってしまいましたけども、まあ、お互いにある程度技も出せましたし、まあまあいい、うん、まあ、内容だったんじゃないかなと思いますけど、はい。